さあこれより第2クォーターに入ります。攻守方向を変えまして今度はアイランズ画面向かって左から右に攻める格好に変わります。クラブアイランズセカンドダウン残り1ヤード。これは琉球ナイスディフェンス。ここでランニングバック0番にハンドオフしましてこの1ヤード突破図らんという形でしたが、しかしここで琉球50番見事にチャージしまして約2ヤード押し返す形に成功しております。ダウンはサーダウンに変わります。見事ロスタックル果たしましたのは50番の高見沢です。明治学院大学出身のエイジ41。さあクラブアイランズサーダウン3突破なるでしょうか。パス不成功。ここでプレッシャー浴びながらクォーターバック6番85番にパスを投じましたがタイミングが合わずパス不成功に終わっております。クラブアイランズフォースダウンに変わります。これは琉球素晴らしいプレッシャーであったことを、称賛したいと思います。ナイスディフェンス。アングラケネミ様ゴーアルジーアルジーメッセージありがとうございます。さあクラバイアンズフォースダウンスリープレーをします。フォースダウンギャブル。ここでホイッスルイエローフラッグが投じられています。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート不正なスタートを切りました。5ヤード抜退しましてフォースダウンやり直しとなります。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。プレーを開始する前に特定の選手以外は1秒間の静止を求められます。これを守れなかったため、不正なスタートを切った形になり5ヤード抜退となります。さあ5ヤード下がりまして8ヤードの条件に変わったことでアイランズはフォーメーションを変えパントフォーメーションを取る模様です。アイランズフォースダウン8。このパントは外へ蹴り出すように琉球陣35ヤード付近にてボールが割れましてここで攻守交代となります。攻撃権は変わりまして琉球ガーデンライオンズに変わります。アイランズようやく反撃できんかという形でリズムある攻撃を展開しつつありましたが、しかし琉球ここでディフェンスがギアを上げましてこの攻撃を断ち切り攻撃権取り返しております。琉球自陣35ヤードからファーストダウン10。さあ中央ダウンプレーキャリア33番ハンドオフを託されまして中央突破。味方ブロッカーのブロックもよく約8ヤードの原因となっております。見事なランを披露しておりますのは琉球ガーデンライオンズ33番の藤本大阪経済大学出身のプレイヤーです。琉球セカンドダウン2。パス不成功。クォーターバック7番ここでプレーアクションから右にロールアウトし14番にパスを投じましたが、しかしタイミング合わずパス不成功となっています。ダウン1つ失いましてサードダウンに変わります。
琉球サーダウン2ボールオン自陣43ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ここで琉球この2ヤードを見事に着実なランプレーで獲得する形に成功いたしました。託されました33番中央密集点突破しまして攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファーストラン。ここは好調な33番藤本に託しました。大阪経済大学出身。さあ琉球相手陣に入りまして相手陣45ヤードからファーストランテン。パス成功。ナイスキャッチ、パスタ。ここで一気にパスによって大きく前進果たしました。クォーターバック7番縦に切れがありました。ワイドレシーバー28番にパス。28番見事にディフェンス振り切り、これをキャッチし攻撃権更新です。琉球ファスタ、鮮やかなパスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原。千葉商科大学出身、取りました28番は読峰。東京国際大学出身のプレイヤーです。さあ琉球相手陣16ヤードからのファーストランテン。さあここでスナップ乱れました。クォーターバック7番なんとか確保しましたがプレッシャー感じましてここで2ダウン約4ヤードロスに変えております。このセンターのスナップも平常心が求められます。勢いに乗りました際のその動揺がそのままスナップの成否にかかりプレーの成否にかかります。さあ4ヤード下がりましたがセカンドダウンの状況、相手陣21ヤードからの攻撃に入ります。琉球セカンドダウン14。パス成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック右に展開していくワイドレシーバーにパスを投じましたがここでクラブアイランズ見事にその対応をしまして、キャッチアンドタックルを決めましてこのパス不成功に変えております。ここはクラブアイランズ9番見せました。9番は砂川です。手塚山大学出身。さあサーダウンの状況、琉球突破なるでしょうか。サーダウン14琉球。エンドゾーンいった、タッチダウン。ここで一気にタッチダウンパスを決めました。琉球クォーターバック7番ワイドレシーバー3番にパス。3番ディフェンスのカバーありましたがこれを見事振り切りましてキャッチしエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。琉球3番の見事なキャッチによりまして、6点追加となっております。見事キャッチしましたが3番の池口でした。日本大学出身。日本大学ですが歯学部出身ということですので、いわゆる、体育会系の出身ではありません。しかし見事に、その経験生かしましてタッチダウンを挙げております。そしてトライ4ポイントを見事決めまして1点追加。琉球ガーデンライオンズ27点、クラブアイランズ0点とその差広がっております。鮮やかなパスプレーでした。ディフェンスのカバーをまるで弾き飛ばすようにキャッチしまして3番そのまま見事にエンドゾーンに駆け込んでタッチダウンを決めさらなる得点を重ねる形に成功しております。池口素晴らしいプレーでした。ジョシビー様ナイスキャッチですね、歯医者さんというメッセージ、まさにこれは池口選手に対する素晴らしい三振だと思われます。
さまざまな職種職業を踏まえている選手が、参戦しております X リーグ。その X においてはさらに多岐にわたる多くの職業を経験されている方々がこのフィールドで活躍しております。さあアイランズリターンに入ります。今度はどこまで返せるか。と琉球素晴らしいカバー。10番がそのブロッカーの壁を生かさんと、待ち構えているところクラブ、それを割りまして琉球がタックルし自陣20ヤードに封じ込めております。この位置からのアイランズの攻撃となります。さあクラブアイランズ自陣20ヤードからの反撃に入ります。ファーストダウン10。さあまず密集点突破を図ります。中央へのランプレー。キャリア40番なだれ込む42番なだれ込むように中央密集点に体を投げ入れ約2ヤードから3ヤードゲインとしています。体を張りましてなんとか状況打開を図りますはランニング枠42番の山崎です。滝川高校出身。クラブアイランズセカンドダウン7。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクとなります。第2クォーターのウォーターブレイクになります。本日の配信は X2、XE ウエストの合同企画によって実現しております。チーム企画しましたこの募集活動募金活動に応じていただいた数々の企業様そして、個人の方々の寄付によりましてこの配信は実現となりました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この配信によりましてこの、この活動にご協力いただくことによってこの配信は成り立っております。現在は募集しております。ぜひこれからも、ご協力ご協賛お願いしたいと思います。さあウォーターブレイク解けまして試合再開。クラブアイランズセカンドダウン7。さあランプレー来ましたがしかしこれは琉球対応します。ランニマックにハンドオフし左オープンの展開を図りましたがしかしこれをクラブ、琉球92番見事に対応しましてロスに変えております。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られます。しかし素晴らしいディフェンスのプレッシャーでした。見事にタックルしましたのは92番の97番の、しました92番のエドワーズゲイブです。電波状況良くなったということですね。非常に嬉しく思います。こればかりは周りの通信環境に左右されるので何卒ご了承をよろしくお願いしたいと思います。パス不成功。ここでクラブアイランズはスクリーンパス奥を投げると見せかけ手前にいるレシーバーにパスを取らせブロッカーつけてのキャッチアンドランデザインプレーによって突破を図りましたがしかしタイミング合わずパス不成功の判定でフォースダウンに変わります。
さあ厳しい状況、クラブアイランズフォースダウン8パントフォーメーションを取りました。クラブアイランズ、ここで前半最後のタイムアウトを取りました。これでアイランズのタイムアウト前半はなくなりました。フィールド上のボードでは残りタイムアウト2回、1回残りという判定を表示するかと思いますが、審判コールありました通り前半のタイムアウトはアイランズなくなっております。さあここで前半最後のタイムアウトをクラブアイランズは取りました。前半戦非常に厳しい状況ですが、なんとかタイムアウトをつなぎながら状況を再確認し突破口を見出さんというところでしょう。しかし琉球さらに勢いに乗らんと現在も攻め手に回る、そのリターンに入る構えにあります。タイムアウト解けまして、これより試合再開。クラブアイランズフォースダウン8パントフォーメーションを取っています。さあまずはこのパントシーン注目しましょう。さあ琉球リターンに入る構え、左に巻いている、スピードを打った、どこまで行く、振り切った、タッチャー、ここで見事にパントリターンタッチダウン決まりました。リターンしましたのは11番でしょうか。取りまして左方向に大きく旋回、スピードに乗って相手のプレッシャーをかわし、そのまま一気に巻くように左オープンを駆け上がり、一気にエンドゾーンを駆け抜けてタッチダウン。見事パントリターンタッチダウンでさらに加点となりました。見事なパントリターンタッチダウンでタッチダウン重ねております。そしてトライ4ポイント決まりまして1点追加、クラブ、琉球ガーデンライオンズ34点、クラブアイランズ0点とさらに差が広がっております。しかし見事なパントリターンタッチダウンでした。11番の富尾でした。近畿大学出身です。スロー V の再生が間に合わず先ほどのシーンが撮れておりませんでした。誠に申し訳ございません。 YouTube でご覧いただいている方々はスクロールバーでそのシーン再現いただけますと幸いに思います。通常はあのように迂回するリターンというのはなかなか決まらないものですが、見事なパントリターンタッチダウンでした。さあ鮮やかなパントリターンタッチダウンで得点重ねた琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。先ほどから読み上げております選手、今までの琉球の選手の在籍していて選手以外の方々が多く名前を読み上がっております。この点におきましても今季の琉球非常に注目の状況になっております。さあアイランズ反撃なるか、リターンに入ります、右オープン展開図りましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。クラブアイランズファーストダウン。
先ほどのプレーリターンチーム、しました。カバーチームである琉球にレイトヒット、プレー終了後のヒットの反則がありました。この反則は非常に重大な反則として、重い反則にペナルティが課されます。反則発生地点から15ヤードのバッタイ、従いましてクラブアイランズは15ヤード前進した位置からのファーストダウンと変わります。女子 B 様メッセージありがとうございます。ランニングクロックまたは早期終了に関する X ルールはどのようになっているかというお問い合わせですが、実は私もそれは存じておりません。本日そのような措置がありましたらそれが告知されると思われますが、試合の経過をご注目いただければと思います。さあクラブアイランズファーストダウン10、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。プレー開始前反則、フォルススタート、不正なスタートを切った反則です。1秒間静止になっておりませんでした。5ヤード下がりましてファーストダウンやり直しとなります。クラブアイランズファーストダウン15。さあ中央ダウンプレー、しかしこれはクラブ、琉球立ちはだかります。中央密集点突破、図らんと0番にハンドオフしましたが、ここに66番立ちはだかり、このランプレーを阻止し、約、2ヤードロスに変えております。見事なディフェンスの対応をいたしましたのは66番の町田です。広島三育学院高校出身のプレイヤーです。チーム創設期より活躍しております町田、ここでも見事にその役割を果たしています。さあクラブアイランズセカンドダウン17、フォーメーションを変えました。さあランプレーをこのブロッカーがいないサイドに展開し、手薄になったサイドをつかんという判断をいたしましたが、ここは琉球見事に対応しております。ゲインは2ヤードほどにとどめサードダウンに変えます。これが後の何らかの布石になるプレーとなるのでしょうか。クラブアイランズ再び同じようなフォーメーションを取っています。サードダウン15の状況、さあそのブロッカーをレシーバー選手固めているサイドへのパスを投じました。87番にキャッチアンドランを図らせまして、ブロッカーを使って突破という判断をするという選択でしたが、しかし琉球もディフェンスが殺到しまして、このプレーの展開を阻みフォースダウンに変えます。キャッチしましたのは87番のオチでした。大阪経済大学出身。失礼しました。時計現在止まっております。外へ出ていたため時計が止まっている模様です。ここでディレイオブザゲームの反則です。制限時間内にプレーを展開できず、クラブアイランズ5ヤードバッタイとなります。クラブアイランズフォースダウン18、パントフォーメーションを取っています。
このパント琉球陣32ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権変わりまして琉球に変わります。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、ラスト2ミニッツのレフリータイムアウト。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今シーズン、カレッジルール大きく変わりまして日本国内でも適用されております。従来はプロなど一部のプロリーグでしか採用されなかった前後半の残り2分で採用されるレフリータイムアウト2ミニッツウォーニング、それがカレッジルールでも採用されました。 X リーグはカレッジルール NCAA ルールにのっとっておりますのでこれが採用され今季より2ミニッツウォーニングが適用されております。前半残り時間1分54秒で2ミニッツウォーニングに入っています。本日の配信は XE 西日本ネット配信共同事業に基づきまして多くのご企業様そして個人様のご寄付ありましてこの配信成り立っております。現在もこの企画は募集しております。できましたら多くの方々にご賛同いただきこの配信を継続させていただきたいと思いますので何卒ご協力ご寄付よろしくお願い申し上げます。さあ攻守変わりました状況で2ミニッツウォーニング解けます。琉球自陣32ヤードからのファーストアンテン、さあまずワンプレー中央にラン、中央のランプレーを33番に託しました。見事それに応えるように33番体を中央にねじ込んで約8ヤードから9ヤードゲインに変えております。ここで好調な33番の藤本にボールを託しています。大阪経済大学出身琉球セカンド残り1ヤード、パス不成功。ここで奥に走り込んだレシーバー14番にパスを投じました。しかし14番これをわずかにキャッチできずパス不成功に終わっています。ダウン1つ変わります。サーダウンに変わります。アルクさんはメッセージありがとうございます。ナイス66、先ほどの町田選手のプレーに対する称賛と思われます。琉球サーダン残り1ヤード、さあ左オープンへのオプションプレー見事決まりました。攻撃権更新です。琉球ファースター、今度はクォーターバックが持つかランニング枠に託すかの選択プレーオプションを駆使しましてランニング枠にピッチし左オープン突破になりました。攻撃権更新となっております。琉球ファースター、ここで琉球が前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールはボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は次のプレーまで時計が回り続けます。逆に外で出た場合前パスが失敗した場合は時計が止まります。これにより時間をいかに効率よく使うかあるいはうまく消費するかが問われます。先ほどのランプレーによりまして、攻撃はタイム時計が続く形でしたが琉球時間を確保すべくここでタイムアウトを投じます。吉見さんはまさにそれを、指してかのメッセージありがとうございます。急いで RGL あと1回タッチダウンしてほしい、このしてくださいのメッセージありがとうございます。まさに残り時間68秒をかけたここからのプログラムに注目しましょう。対しましてクラブアイランズは何としてもこの時間をしのぎたいところではあります。さあタイムアウト解けます。琉球自陣46ヤードからファーストアンテン、パス不成功。ここでクォーターバック7番は中央を横切って左に展開した3番にパスを投じましたが3番これをキャッチできずパス不成功。
前パス失敗という形になりまして、時計は一旦止まります。前半残り時間1分1秒、ダウン1つ失いましてセカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン10、パス成功。1番がキャッチしまして約6ヤードゲイン、しかし中で倒れている模様ですので時計回る模様です。失礼しました、外で出ていた模様です。時計54秒で止まっております。サーダウン4の状況に変わります。いやいや若干サイドライン見えづらい状況にありますため、ご了承よろしくお願いいたします。さあサーダウン4の状況でどのようにプレーを投じるでしょうか。琉球相手陣348ヤードにあります。前半残り時間54秒、さあクォーターバック自ら行った、攻撃権更新ファーストダウン。ここで中央クォーターバック自ら行きまして確実に攻撃権更新としています。琉球攻撃権更新しましたがチェーンがセットされますと再び時計回ります。ここでタイムアウト、琉球入れます。前半2回目タイムアウトです。ここはパスに見せかけ藤原確実に攻撃権更新とし、そしてタイムアウトしまして時計時間を確保しております。琉球タイムアウト残り1回となっています。タイムアウト解けまして試合再開です。琉球相手陣42ヤードからファーストダウン10、ナイスプレー。クォーターバックスナップ乱れまして、一旦プレーが潰れかけました。しかしそこから拾い上げタイミング崩れた中、一見走る間に仕掛け外に展開していた9番にパス、0番でしょうか、これをキャッチしましてキャッチアンドラン、サイドライン割りましたが約7ヤードから8ヤードのゲインに変えています。取りましたのは11番でした。この判断素晴らしかったのはクォーターバック7番の藤原でした。そしてそれに見事対応したのは琉球ガーデンライオンズ11番富雄です。近畿大学出身。琉球セカンドダウン3、パス不成功です。クォーターバック7番再びプレイアクションから右にドブラとし、奥に走るレシーバーめがけようとしましたが、ここに対してクラブアイランズ44番見事なプレッシャー、投げるとも走るともできない状況にし、結果的に投げ捨てさせることに成功しました。素晴らしい対応いたしましたのはクラブアイランズ44番の堀田、京都大学ギャングスターズ出身、チームのバイスキャプテン。今シーズンはチーム事情からクォーターバックも兼任しております。大学時代クォーターバックは経験していないということですが、チームのためにあえてそのスキルポジションに今季挑戦中ということです。本職のラインバッカーでも素晴らしいプレーを披露しました。さあそれを振り切って攻撃権更新、琉球ファーサー。ここでクォーターバック7番中央に切れ込んだレシーバー9番にパス、9番これを見事にキャッチし攻撃権更新です。琉球ファーサー。ここで琉球は前半最後のタイムアウトを行使します。これで双方ともタイムアウトはなくなった状況になっています。ここで素晴らしいパスがしかしキャッチしましたのは9番の篠宮でした。
本日大活躍です。琉球大学出身。ジョシビーさんのメッセージ、グッド、デシジョンというふうにメッセージ、ディクリションというふうにメッセージありますね、おそらく素晴らしい判断であったことに対する賞賛だと思います。さあこれで双方ともタイムアウトを使い切った格好になっております。琉球ボールは相手陣10ヤードの位置、ファーストダウントゥーゴールの状況にありますが、ここでのプレーどのように行使するか。さあプレーに行きます。さあ残り時間16秒という状況、果たして15秒です。どういったプレーを展開するでしょう。パス不成功、ナイスパスカット。ここでパスプレーに行きましたが、このパスを見事44番パスコットしまして、パス不成功に変えています。ここは堀田がまた見せました。奮闘しております。さあ琉球セカンドアンドゥーゴールですが、ここでフォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙う形に変えます。このキックはしかし不成功、フィールドゴール失敗となりまして、このシリーズ終了となります。ここで加点しまして、さらにリードを取らんというところでしたが、これはなんとか、アイランズはしのいだ形になっております。攻守変わりまして、クラブアイランズ攻撃に変わります。ここに持ち込んだのは、クラブアイランズ44番堀田の奮闘があったと私は評価させていただきたいと思います。さすが兄弟ギャングスターズ、最後まで勝負を諦めません。素晴らしいプレーを見せています。クラブアイランズ自陣20ヤードからのファーストアンテ。ここでイエローフラッグが投じられています。アイランズディレイオブザゲーム、遅延行為が働きまして5ヤード抜体となります。クラブアイランズファーストダウン15。2ダウン、時計を回します。ここで前半終了となります。前半終えまして、琉球ガーデンライオンズ34点、クラブアイランズ0点、琉球34点のリードを確保する形で前半戦終了となっております。